皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ15日目になります。頑張ってましたね。はい、昨日はですね、しゃがみ込みのワーク、膝の屈伸のねエクササイズをやっていきましたけれども、今日は立った状態で足を開いていく開脚系のワークをねやっていこうと思いますので、皆さん立った状態で動画を見ながらやっていただければと思います。それではですね、まずは少しですね、足広め、ワイドベースで開いていただいたら、つま先をちょっとだけ外向きにしましょう。そして両方の肘をこの膝の内側につけるような形で、肘でぐーっと外に膝を広げていくようなイメージで股関節を開脚、開いていきましょう。まずはそのポジションでぐーっと徐々に重心を引き下げるようなイメージで、肘でさらにぐーっと引きながら、余裕がある方はそのまま左右にゆらゆらと重心を移動させてみてください。しんどい方はここのポジションでとどまっているだけでも OK。 もう少しだけ頑張っていきますよ。そう、だん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 股関節が開いて柔らかくなっていく感じを実感していただければと思います。それでは今ついている肘を手のひらに変えていただいて、肩を内側に入れていきながら、余裕がある方天井を見上げましょう。ぐーっと肩を入れていく。ゆっくりと戻して、反対、こっち側の肩をぐっと内側にねじるようなイメージ。この時肘が曲がってしまわないので、できるだけ伸ばしながら肩をね入れておくと、より体のツイスト、そして股関節の開脚ですねが得られやすくなっていきます。では反対、肩を内側に入れていきながら、余裕がある方は天井を見上げます、ね、気持ちいいですね。気持ちいいなっていうところで結構です。ではゆっくりと中央に戻し、反対側ぐっと肩を入れていきながら、股関節を外に開いていきましょう。呼吸は止めずに、ゆっくりと戻したらもう1回ずついきましょう。できる方さらにちょっと足を開いていただいても OK。 徐々に徐々にご自身の使える可動域広げていってください。ゆっくりと戻して、ラスト反対側、ぐーっと肩を入れていきながら、股関節を外に開いていきましょう。だんだんね、体が柔らかくなっていく感じをぜひね実感してください。ゆっくりと元に戻したら、少し足広げた方は元の位置まで戻して、ゆっくりと体をほぐして起こしてください。じゃあ一回ねちょっとね使ったと思うんで、軽く足踏みしていただいて、使った筋肉を緩めていきましょう。でもね少しグラグラしながら、ではですね、また少し足幅広げて立っていただいたら、手をですね足の内側から通してかかとにタッチしましょう。そしたらこのまま重心をぐーっと引き下げていき、そしてできるだけかかとを離さないようにお尻の位置を高く上げていきながら、もも裏のストレッチです。背中丸まらないようにしっかりと骨盤を立てて、お尻の穴ぐーっと天井に向けるように伸ばしていく感じです。ゆっくりと下ろしましょう。先ほどよりも降りている角度が上がっていってればよしよしです。女性の方がね、ここは柔らかいので、男性陣はね、結構きついかなと思うんですけれども、できる範囲で頑張ってみてください。では、お尻を高く上げて、もも裏ストレッチ。ゆっくりと下ろしていきましょう。できる方、少しずつ足の幅を広げていってください。では、ヒップラインを高く上げていきましょう。もも裏のストレッチ。もも裏はすごくね重要な要素なので、30日の中で何回もね登場していきますけれども、懲りずにね一生懸命ストレッチをしていただければと思います。ゆっくり下げましょう。重心引き下げます。ぐーっと引き下げ引き下げ引き下げ、もう一つ下ろして、ここからヒップラインを高く上げていきましょう。ぐーっと高く上げて、お尻をさらに天井方向にぐーっと引き上げていきましょう。でしっかりと本気でねストレッチをしていくと、徐々に徐々に可動域が変わっていきますから、ゆっくりと下ろしていきましょう。重心を引き下げて、頑張って下げる下げる下げる、もう一つ下げて、いい、 OK、 ゆっくりと上げていきましょう。
ゆっくりと下ろしましょう。ヒップラインを高く上げます。誰かと競い合うのではなくて、回数を重ねるごとにさっきの自分よりもちょっとだけ尻の位置が高く上がる、そんな、ね、経験をどんどんと積み重ねていっていただければと思います。では重心を落として股関節開きながら頑張りましょう。ではヒップライン高く上げて、もも裏のストレッチ、背中丸まらないように、膝曲がっている方曲がった状態でも結構です。ご自身で少しずつ伸ばしていってください。あと2回いきましょう。ゆっくりと下ろして、頑張ってお尻を床面に近づけていくイメージ、膝が内に入らないように手で外側に広げていきながら、ヒップラインを高く上げて、もも裏のストレッチです。ぐーっと伸びて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 、もう一つお尻を高く、もも裏のね伸びを感じてください。ラスト1回重心を引き下げましょう。下げて下げて下げて、もう一つ下げたところで OK、 ヒップラインを高く上げましょう。ずっと引き上げて、もう裏ストレッチ、背中もねしっかりと伸ばしていきましょう。お尻高く上げて OK。 では手を足と足の間ぐらいに置いていただいて、足を少し閉じてもらって、頭が最後になるように体を起こしてきてください。少しね背中周り腰周り固まっていると思うので、体を少しほぐしてあげてください。そしてその場で、ね、足踏みですね。皆さんいかがだったでしょうか。股関節の開きだったり、もも裏のストレッチ、すごく感じられたんじゃないかなと思います。最初ねもも裏が硬くて前屈できなかった方も、少しずつこの数日間でもも裏ねしっかりと伸ばすエクササイズを何日間か継続しているので、徐々にね体の変化を感じてきている方いらっしゃると思います。そして明日はですね、伸脚のワークですね。これもよく体操ですね、体育の体操の時間とかにやったようなワークになりますけれども、そこにしっかりと正しいエッセンスを入れていきながらですね、少しエクササイズの要素も混ぜていきながらやっていこうと思いますので、明日の動画もぜひ楽しみにしていてください。はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。